キャスト・監督の皆さんに改めて大きな拍手をお願いしますよろしくお願いいたしますさあそれでお時間の許す限りお話を伺っていこうと思いますでは皆さん一旦ご着席くださいそしてこの後は撮影自体 OK ですが後ほどのフォトセッションまでフラッシュはお控えいただければと思いますさあキャスト・監督をお迎えして まずはですねご登壇いただいた皆様からご挨拶を兼ねてコメントをいただきたいと思いますまずは大根監督えご挨拶と作品が完成して今のお気持ちを伺ってもよろしいでしょうかはい、えー、地面師たちの脚本監督を担当いたしました大根です本日はお忙しい中ありがとうございますそうですね約さあの出来上がって一ヶ月ぐらい経ってえー、とうちうちのスタッフの使者とかもあってそろそろ取材の方とかにいろいろ 外部の方に見ていただく機会が増えてきて皆さん一様に「一気見しました面白いです」ということは取材の時よく褒められるんですけれどもそ,こその言葉にすごく嘘がないなというか本当に楽しんで見てくださってるなというのが今の取材とかを経て実感としてあって自分でもうすうす感じてたんですけどもこれは大傑作なんじゃないかなというのが確信に変わってきている状態でございます。はい 私も事前に見させていただいて一気見してめちゃくちゃ面白かったですあ,ありがとうございます <laughs> ありがとうございます嘘じゃないっっててことが伝わってきますさあキャストの皆様にもご挨拶を兼ねて、えー、演じられたご自身のキャラクターについても伺っていこうと思いますまずは匠役の荒野剛さんお願いしますはいすみません座りながら失礼します、えー、皆さん、えー、今日は、えー、お集まりいただき本当にありがとうございますようやく完成いたしました、あのー、本当に感無量でございます 辻本匠役、えー、地面師、えー、交渉人を演じました綾野剛です短い時間ですがよろしくお願いしますよろしくお願いいたします続いてハリソン山中役の豊川悦司さんお願いします、はいえー、ハリソン山中を演じました豊川悦司です、えー、今回とてもあのやりがいのある面白い役をいただきました、えー、と精一杯やってますので、えー、どうぞ今日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたします 続いて竹下役の北村和樹さんお願いしますこんにちは、えー、本日は忙しい中足を運んでいただきありがとうございます、えー、竹下役をやらせていただきました北村です本当、えー、なんだろうすごく大人の作品、えー、素晴らしい作品に出会えて、えー、すごく出来上がるのを楽しみにしていました、えー、出来上がりを見て本当に、えー すごいいい作品に出れたことを幸せに感じております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続きまして霊子役の小池栄子さんお願いします。はい、えー、皆さん今日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。えー、手配し手配しの霊子役を演じました小池栄子です。今日改めてあのメンバーと集まって。 こんな濃い役者さんたちと一緒にやってたんだなと撮影期間を思い出して幸せだったな、いい経験だったなっていうふうに今思っております、えー、一日も早く皆様に見ていただきたいなとよあの世界中の皆様に見ていただきたいなととても自信を持ってお送りできる作品になっているかと思います今日はよろしくお願いしますありがとうございますではご藤役のピエール瀧さんお願いしますはい、えー、本日は皆さんありがとうございます えー、法律屋の、えー、後藤というキャラクターを演じさせていただきましたピエールけでございます、えーまああのまあ、この顔ぶれを見ても分かるように非常に硬、えー、派で、えー、何でしょう中身の詰まった作品となっております、えーまあ、皆さん1話をご覧になったところですよねまさにに今1話をご覧になったばかりよく1話で止めれるなっていう感じがしますので <laughs> えー、早くくく月日日が来ればいいいいいいなと思っておおおりまますす本はよよろろしくお願いいたししし願願たたさあさらに本作の内容についても踏み込んでいろいろ伺っていこうとまずはですね映像表現について大根監督に伺いたいと思いますが、はいまあ、詐欺師ってそのいわゆるテーブルの上で起こっていく話それをドラマ化するにあたって映像表現ストーリー展開監督のアイディアがたくさん詰まっていると伺いましたがその悪の存在でもある地面師集団をどのように魅力的に見せていこうというふうに思われましたでしょう そうですね、えー、とまだ皆さん1話しかご覧になってないと思うんですけども、まあ、この話はその地面師たちと、えー、騙される、えー、不動産デベロッパーの人たちで事件を警察というこの3つの柱が絡み合いながら進んでいくんですけども、まあ、まずはやっぱりこのメインとなる地面師グループをどう魅力的に取るかというのはすごく考えてそれはでもまずやっぱりキャスティングですよね。うん で僕脚本も書くときにこの人に演じてもらいたいというのをあて書き想像しながら書くんですけどもその時の第一候補で挙げていた皆さんがもう見事に揃ったんですよねだからやっぱりそのこの5人が揃った時の絵も知れぬなんか何ですかね迫力というか魅力というかなんかそういったものを 5人揃ったときの、まあ、怪しさ見て,見,て通り見ていただくとおりあのとてもこう、何ですかねあの、社会にちょっと、さいや言を選んでますけど、<laughs> なんか今、大変なこと言う夫ですか大丈夫ですか、まずそこです、やっぱり確かに、いかにこの役に合う魅力的な役者を揃えるかというところですね。 このイベントの説明をされる時のこう控え室皆さんがこう同じテーブルに集まっているだけでもうわーってうわ、うん、そうなんですよあんまり僕、並びにいたくないですよね。<laughs> <laughs> あまあ、似たようなビジュアルだと思いますけども <laughs> 怪しさという点では。はい、はい では、実際の現場エピソードについても、キャストの皆さんに伺っていこうと思います。まず、和江野さん、はい、あの不動産契約交渉のフロント役ね。交渉役のええ辻元匠演じられましたが、はい、詐欺を仕掛けるシーン、地面紙不動産の裏側を感じられるようなリアリティやスリルが見ていてありました。現場の雰囲気、いかがだったんでしょうか。いや、終始、あの、とても楽しかったですね。本当にここにいらっしゃる皆さん、あの、自分にとって。 あの大先輩ですけどもあの現場力や人間力がま,まずとにかくすごいのでその中でこう何テイクも重ねていくうちに新しい一面がどんどん見えてくるんですそういう意味じゃ本当に現場中にどん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 どっち狂っていくというかなんかそこから抽出されたものがこの作品のこう魅力に変わっているというかあの先ほど和樹さんもその。 大人の作品っていうワードが出ましたけど確かに大人の作品なんですけどその大人たちがですねどん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 こう狂っていくというかそういったところがこの作品のまた一つ魅力かなと思いますし誰一人到底その何て言うんですかこ,うこなすではなくってこう役を生き抜いている姿を僕は毎日こう目に焼き付けて。 それがまさにこの作品に全部映っているっていう本当に大根さんの手腕っていうのはなんていうんですかね、まあ、なんかとても興奮しました、現場でもネタバレはあると思うんですけど、まあ、一ついろいろ新しい面が見えてきたシーン撮影の現場で何かエピソードありましたかいやいや、本当に今1話見ていただいてはい、はい、本当ここからなのでなかなかはは話せることっていったらですけどでもそれぞれなぜこの。 立ち位置にいるのか、まあ、なぜ地面症をまずしているのかということもそうですしどういうふうにこう生きてどう滅んでいくかということも含めてやっぱもともとは誰のものでもなかった土地がなぜうーん誰かのものになっていくのかあ、まあ、そういったところも含めて、まあ、ただ社会性感度だけではなくそのフィクションとしての、まあ、原作の 新庄先生から預かった原作をですねよりこう新しいエピソードティックにしていきながらそのフィクションとノンフィクションの狭間まの中でエンタメというものを皆さんに届けられたらなと思って作りりまました、はい、ありがとうございます続きまして豊川さんにお伺いしますが地面師チームのリーダーハリソン山中を演じられましたが、まあ、第1話を見た皆さんももうすでにもう、まあ、とにかく一番の狂気を感じる。 そこが知れののとも、ね、その先回りしてリリー・フランキーさん演じる地面師を警察とも対峙するシーンがあったり、まあ、全体が見えているようなキャラクターでもありましたその中で演じられて気に入っているシーン、まあ、なかなかそんネタバレもありますがセリフだったり気に入っているシーンどんなものがございましたか そうですね1話で言いますとやっぱり冒頭の、まあ、ディーザインをここにも使われてますけどもやっぱり綾野君とにを誘うところですかねあ,の、まあそこからこう話は始まっていくんですけれどもあそこはやっぱり現場もまだ2日目ぐらいの撮影だったのかな、はい、すごくあのスタッフの間にも緊張感があって、えー、とても素晴らしいシーンがあー作れたんじゃないかなと思います。 藍野さんもこれ豊川さんにやんないかと言われたら答えはもう決まってますかね,やっぱね,これねいやでも本当にそのこう吸い込まれるというかう瞳に吸い込まれていくというかやっぱりすごく実はあのシーンってとても絶望的な状態から自分は始まっているのでなんかある面ではとてもオアシスのようにも思うしえとてもミステリアスで。 触れてみたいっていう人の業に訴えかけてくるようなあの時の匠にはそのハリソンさんと一緒に時を過ごすことしかもしかしたら彼の中では選択肢がなかったのかなと思いますね。ととととても自然なことだと思いいまますす、はい、ありがとうございます 続きまして、北村さんにお伺いします。北村さんは自面師チームの中で、はい、まあターゲットとなる土地候補を集める情報屋の竹下を演じられました。まあ、物語が進んでいくにつれて、詐欺師チームの結束を揺るがしていく人物にもなっていきます。あの現場は辛かったと話されていたと伺っているんですけれども、あの、誰が言ってました。<laughs> え、なんか、えっ、ー、と、ネットリックスの方からなんか現場は辛かったとおっしゃってたよ。お、言いました。あれ、あれ、<laughs> あれいや、全然辛いことなんかないですよ。 本当にすごい楽しかったですし、確かに、テテイイククややったのかな、うん、<laughs> あれ、えー、ああ相当テイクをいやその僕は一、あのーまあ、話で言うと、まあ、土地を説明するところ、あれ、まあ、こっからここまでってよくセリフここのセリフまでって言われて、僕らスタートするんですけど、毎回最後までやるんですよね、監督が。 でそれで、まあ、な2回、3回、4回、10回、20回、30回、40回結局何十テイクやるんだろうって最初から最後まで僕は幸せでしたただ、ピエール・タキさんが歩いてる時にここは使わねえだろうとか思ってるんだろうなと思って多分、僕はそれを心配はしてましたけどしした僕的にはすごく。 あの最初から最後までできるこのメンバーでできることってすごく幸せですしあの本当にもう一生忘れられない時間でした初めその、そのシーン眺めてるシーンですよねあの先輩方皆さん立ってたんですけど途中から一人一人椅子に座り始めて <laughs> <あれ> <laughs> 最後もう僕しか立ってない状況であれ、これ本当に何テイク取るんだろうっていうのはありましたけど <laughs>、はい。 初めて5人で集まるシーンでもありましたから大事なシーンだよね、はいあのー、監督の中でこの5人が集まった時の魅力の出し方っていうのを、まあ、すごく丁寧に抽出されていたのでですよねいや僕はだから、はい、すごく幸せだったんです <laughs> あ,ありがとうございますずっと監督を見ながら言ってますけどすごく幸せでも決してこれが1話で終わるわけではなく2話、3話、4話であの結構揃うシーンがあるんですけど。あですねはい うん、毎回 <laughs> 4050年 <laughs> 途中でこれ年齢かどうか分からないんですけど<っ>大体20ていくぐらいまで皆さん集中力持つんですよ、はい、30ぐらいになってくるとあの簡単なセリフさえ出てこなくなってくるっていう現象がでもね芝居とかセリフってその辺から面白くなるんですよ。<laughs> はい麻痺やし始めた頃にやっと面白くなってくる <laughs> <laughs> 何を言ってるんですか <laughs> そっちはね <laughs> <laughs> だから最終的には最高のシーンが取れているということわ <はい S 1> かりましたありがとうございます幸せだったということですわ <はい S 1> かりましたありがとうございます、えー、続きまして小池さんに伺います<は>いあのさっきもちょっとおしまいキャスティング担当 ねいこ,えー、この光一展地面師チームの中で華やかな存在でもありますが、はい、普段はこは地方で人探しをしたりとか、はい、でその人に教育を行ったりとか、まあ、単独行動別行動なども多かった役柄でした、はい、でさっきね北村さんからの話もありました改めてこの地面師がみんな集まってるシーンの現場どうだったんですかいやあの北村さんおっっっしゃったように本当おと大人だなと思ってその地面師のメンバー同様あの 信頼はしているんだがこう慣れ合わない距離感あの本音はみんなどう思ってるんだろうっていうちょっとこう探り合いみたいな感じを持ってその場にいるっていうのがすごくなんかゾクゾクしましたねはいでもやっぱハリソンとはなんかもう10秒以上目合わせたらやられそうな感じのやっぱすごい圧倒的なこう支配力みたいなものがあってなんか 役者人生で感じたことのない恐怖を <laughs> 味わえましたでもそういう方がリーダーとなってこういう方にみんなが集ってるんだな人生かけてるんだなっていうのは豊川さんの存在感はやっぱ抜群だなと思いましたし、はい、それは彩乃さんも感じられますよね怖いこともちろん言ってるわけじゃないけどもななんかグッとこうケオされるようなそうそですね僕2人きりのシーンとか結構ありますからね <laughs> 1>,、はい、1人でハリソンさんに耐えるという。はい あありがとうございますさあそして、ね、ピエールさんにも伺いますが、はい、詐欺師チームの法律家の後藤を演じられましたあのピエールさん、これまでも、ね、たくさんのネットフリックス作品に登場されていてネットフリ俳優と言われているという噂も聞いておりますが改めてこの、まあ、ネットフリックス作品にたくさん出られていることあと、本作は2017年が舞台時代性も反映している作品だと思います改めて現場でそういうことも感じることっておありになりました まあ現場2017年という年がもともとは小説ですけども新庄さんがお書きになられた小説ですけれども、えー、まあ皆さんもご存知の、えー、ある事件があってでそれをもとにこのお話が作られてるんですけども、まあ、当時ね2017年そのニュースをは最初に聞いた時えー、っていう。 こととをみんんな思思ったと思うんですよねそんな大きな会社がそんなことになるわけないでしょっていうのでみんなとりあえず頭に「はてな」ってクエスチョンマークが出たと思うんですけどもまあ、えー、その事件を、まあ、モチーフにして、えー、こういう連中が暗躍しましたよっていうようなことになってるのでまああの、えー、そういう被害を、えー、防止するには まずは知ることと <laughs> 敵の手の内を知ることっていう意味では非常にこの作品は役に立つのかなというふうに思っておりますしそのさっき言ったネットフリ,ーーネットフリー俳優と言われていうまあ確かにあのネットフリックスの作品いろいろ出させていただいてるんですけども多分それを言い始めたのって大根さんだと思ってるんですよ、それを言い始めたのってで若干、ネットフリ俳優ってちょっとやゆが入ってるじゃないですか。<laughs> <い> <laughs> それを言い始めたのが大根さんなんでそこはちょっと大根さんにあのちょっとどういうことなんだっていうのはあ、そうです今年の頭にこの作品の制作発表があった場でなんか滝さんの話になってその時はまだ滝さんがこっちに出るっていうのは決まってなかったんですけどもその時に一緒にやった忍びの家に出ててでそこで多分僕がちょっと あの口を滑らしたというか、あの失言じゃないんですけどね。あと、あの正確にはネットフリ専属俳優です。あ、ネットフリ専属俳優。専属,専属です。<laughs> はい。あの十作品でるとスタンプがたまって、<laughs> それからずっとネットフリをタダで見えてます。<laughs> あの昇格できるっていう <laughs>、はい。あともうちょっと、あと何作か出ないといけないんですけど。あ、そうですか。わ、はい、かりました。ありがとう。大根さんが原因だということわかりました。はい、ありがとうございます。 一つ、この作品から発生した質問をさせてくださいキャストの皆さんにお伺いしますこれ物語が進んでいくにつれて土地不動産に翻弄されていく地面師集団ですけどもその根底にはそれぞれの欲望がありましたこの作品には100億というワードが出てきましたが皆さんはもし100億円あったら何をしたいですかポンと100億円が目の前に現れた買いたいもの欲しいものやりたいこと100億ですよ 愛野さんどうします百億。うん、えー。シリーズもの三本作りたいです。<laughs> はい、本当に。三三本作りたい。三本ですね。一本だいたいそうですね、三十三億ってことですか。ああ、そ,はい、それなりのものができるっていうことで。 そうですねあす本当に今、パッと思いついたのは、それです、ね、シリーズさんも作りやっぱりなんか新しい物語をちゃんと生んでいって、まあ、こういったネットイクスっていうこプラットフォームからこう発信されるものっていうのも、あのいろんなあの発信場所がありますけどもあの、とてもやっぱ魅力的だなと思いますし、作品ファーストの中で、えー、なんていうんですか、この作品も、この映像化に。 なったあのとても大切なあの部分だと思うのでそういう意味ではなんか3本作りたいですね <laughs> じゃあスタンプが3つたまりますねこれは、ね、あそうですねありました豊川さんどうします100億円ポンそうですね100億ってもう個人で使い切れる額ではないと思いますしなんだろうあの本当にあのそのお金が。 必要な人のところにえっ、ー、とまあ、配って回りたいって言ったらちょっと優等生っぽいかもしれませんけども <laughs> すませんなんか聞きたいとかちょっとはやのくんえと僕もあのシリーズものを作ろうかなと思います <laughs> <あ> <laughs> はいお願いしますなるほどお金困ってるもんねあと三三本増えるんで六本になります六、ね、本になりました、はいはい、北村さんはじゃあ じゃあ、<laughs> じゃあって何？百 <laughs> 億円、別にそうシ,シリーズ作る作らんもなみご自身の欲望にもいや僕はあれですよ世界中の人が幸せになるためにあのー、<laughs> いやあのここ笑うとこじゃないと思あそうです失礼しましたうん幸せになるように使い,たいはいそうですね<ー>もちろんそうだと思いますそれ以外のことは出てこないんですよねそうですねわ、はい、かりました。はい さあ小池さん、この後にやりづらいと思うんですけどえどうしよう <laughs> でも、お金大金持つとなんかいろいろ人って争ったり見にくいところが見えたりとかあと自分も危険な目にあったりとかして怖いのでなんかお世話になった方や仲間たちととりあえず分け合ってあの気持ちを軽くしたいですね一人で背負い込まないで背負い込まないでみんなでこの責任を持って生きていこうみたいな感じで。<laughs> みんななでやっっぱ幸せになっていいこうね、はい、うかりましたはい ピエールさんはどうしましょうか100億ですよね100億ですね一旦三3億ずつジュラケに詰めますねジュラルミ・ケースに詰めて、はい、そそ33個作ってはい、はい、その横に白バイを33台置いて <laughs> 横に警官の格好した人を並べて写真撮りますかね <laughs> でその後であので寄付します大根さん相当面白い絵になりますねそれね 三十三個ジラルミンキース。あ、そうですね。パトが上がってっていうのね分かりました。聞いてた話今。あ, <laughs> あの別すみません別のこと考えて。<う>なんでなんですかおじさん。<laughs> ちょっとありがとうありがとうございます。 えー、お話を伺っている間にお時間もだんだん迫ってきましたが本作は2024年7月25日よりネットフリックスでいよいよ世界独占配信スタートになります、えー、ではここで綾野さん豊川さんそして監督から作品の見どころ改めてこのネットフリックスで見ていただける方にどんな風に見てほしいかなどをお話を伺いたいと思いますではまずは綾野さんからお願いします。はいえー まあ原作の,あの新庄光さんの原作を預かりながら、まあ、実際の事件をモチーフにしたクライムサスペンスでありますがうん僕はこう前話を見て思ったのがこうある種のポップさとユニークさこうファニーさみたいなそこにジェントルさもあってなんか登場人物がここにいる5人がだけじゃなくて登場人物全員がこうとち狂っていくというか。 なんかある種前代未聞のシリーズものが日本で誕生したと自負しております。ぜひ、この覗いてはいけないものをこうみんなでしっかりとこう見つめ切ってこの作品をこうエンタメとして昇華したこの作品をですね皆さんに受け取っていただけたら幸いですすよろししくお願いいままありがとうございます。 では豊川さんお願いします。はい、えっ、ー、と僕も本当にあの安野君と同様、あの掛け狙なしに近年まれに見る、えー、素晴らしいエンターテイメントが出来上がったと思います。ぜ、え、ひ、ーえー、この作品を一人でも多くの人に、えー、届けてもらえるよう、えー、皆さんの協力をよろしくお願いいたします。 ありがとうございます。では、監督お願いします。はい、そうですね。netflix ということで、この世界の190を超える国地域で配信されるという世界配信という何本当に恥ずかしくない。日本オリジナルのネットフリックスドラマができたと思っております。本当に大好きな役者たちと、あの信頼するスタッフが結集してできた。あの自分で言うのもないんですけど、大傑作だと思っております。ただ、僕が作るドラマとか映画？ で面白いんだけど興行成績とか視聴率にいまいち結びつかないというパターンが結構あって面白いんだよ、本当にっていうのは本当にまず見てもらう入り口に立ってドアを開けてもらうということが大事だと思いますので騙されたと思ってまず1話を見ていただきたいと思います。そうしたららもう止ままないいいと思いますのではい それではネットフリックスシリーズ「地面師たち」の完成と配信スタートを祝ってよー地面師たち <laughs> 見事、鏡開きました大きな拍手をお願いいたします。